申し訳ありません、フレッド長官。さてと、まあ楽にして質問に答えてもらえるかな。懐かしいな、10年前の戦いでもいろんな魔族を見てきたが、君みたいな可愛い魔族は初めて見たよ。魔の眷属の誇りを捨て人になびくくらいなら、このゼニア、死を選びます。なるほど、名前はゼニアさん。こちらから名乗るべきでしたね。これまた失礼。知ってますよ、そのくらい。あなた方勇者一行は陛下と我ら魔の眷属の旧敵。ところでゼニアちゃん、君のことどっかで見たことある気がするんだよな。こっちの子ゼニアちゃんだろ。ギャー、なんですかその写真。あなたが隠し撮りしたんですか。ひまり、わかるな、お酒が入るとめちゃくちゃやっちゃうことあるよね。さぞ楽しかっただろうな。その場に居合わせたかったよ俺は。こんなのに引っかかっちゃいかんよゼニアちゃん。一体何者なんだいこの男は。酔っ払っててよく覚えてないですね。それ聞いておじさん安心したよ。あんなみすぼらしいプーの親父と何かあったらどうしようかと思ったぜ。何も知らないとでも思ってんのか。答えろ、マックスに近づいて何を企んでいる。あのフレッド長官、グリムス大臣がお見えになっております。待たせとけ。しかし逃げようなどと考えるなよ。長官、くれぐれも警察なんぞに知らせるなよ。